5番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます最近ね最初何喋ろうか迷うんですけどまあいつも言ってたこと言います単体精査が大事だと思ってますライン精査から入ると考察が濁るし思考ロックしちゃいますライン切りなんてねいくらでもできるし不毛だと思ってますあくまで単体精査から入るべきでライン精査も大事だと思ってます 前半に単体精査後半にライン生精査という形でいきたいと思っております。熱動やめてくださいね。熱動やめてください。ライン生精査も大事だと思ってます。ライン生精査意味ないって5番さんは言ってましたがっていう人がいたらその人釣ります。えー、初週に占い師例の差は出てきてほしいです。がね単体精査大事。ライン生精査も大事。初週占い例の差は出てきてほしいです。以上です。6番 のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師です。えーっとね、一か三か七に白が出てます。一か三か七に白が出てます。<誰>えでね、私ね、進行として、もし対抗が出てきたら、その対抗の人の進行に乗っかります。はい、えー、まあ、ただ、その対抗が六番。釣りたいですって言った。進行には乗りませんけども、もって感じですね。えー。 そうですね。あと5番さんに言っとくと、まあ1周目の単体生作はほぼ言いがかりだと思ってます。はい。なので、その言いがかりをずっと継続する人は俺黒いかなと思ってます。はい。占い師です。1か3か7に白が出てます。えー、2周目の5番さんの位置でどこが白いかっていうのは、えー、明確にチャットで示します。以上。 7番のプレイは発言してください。そうですね。率直に6番さんは普通にパッと言えばよかったんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね。うん、1>, 1か3か7っていう。うん、どういう三角形なんでしょうかね。5番さんに関してはね、ちょっと気になった。あんまり印象よくなかったかなって思いました。なんかそのテンプレ テンプレですって言ってから発言するのが、なんか伏線張ってるような感じがしましたよ。はい、私は。別にそれが老とかじゃないんですけど、そのローメとかじゃないんですけど、なんか別にそういう発言をしてから、なんかその話が膨らんでくっていうか、セッをしていけるのかなって思うんで、なんかそのテンプレみたいなのを最初に伏線反応って、テンプレっていうかなんだ、いつも言ってること言いますみたいな伏線反応ってどうかなって思いましたけどね。そ伏線じゃなくて、以上です。伏線な 8番のプレイヤーは発言してください。さいうん、はい、おはようございます。塩ないです。えっと、6番が占い結果を防いでるのを、全く自分は何の意味があるのかっていうのが、えっと、ちょっとよくわかんないです。はい。えっと、5番は1周目に、えっと、例のと占いし出てほしいっていうふうに言ってたんで、えっと、5番から例のを入って、えっと、太鼓出てきた場合は5番から釣ります。はい。 二周目に5番例の使用してるって言ったらね。えっと、7番は5番対しまあ、テンプレーって言って発言するのがあんまり好きじゃなかったっていうふうな、まあ、発言がありましたね。これは自分はあんまり、まあ、どうでもいいかなっていうふうに思ってますね。はい。まあ、そんな感じですかね。はい、以上です。9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。ええー、6番さん。六 <laughs> 番さん意味がわからないんですけど。 対抗が出てきたらその人の意見に乗ります、乗っかりますってどういう意味えあなたは占い師じゃないの、えー、どういうことなんでしょうかえっと、白を3つ挙げましたけど、えっと、5番3の位置で開示って、5番さんの位置で開示してどうすんのうーん、情報を減らすだけで、あなたが真の占い師であれば、 えっと、あなたは、えっと、市民からヘイトを買うだけの行為だと思います。えー、そうですね、6番さん以外は特に気になったところはありません。うん、もう6番さん、真の占い師だったらやばいなって思ってます。はい、じゃあ2周目、頑張ります。この議論になってることすらムラりがね一1番のプレイヤーは発言してください。さい6を死んだと1ミリも思っていないんで。 234で出てきたらそっちを死んだと思って進行するため仮にじゃあこの後二234が全員役職しようして二2陣形になったとしても62席決め打ちのグレーズめをして絶対にもう1人占いが出てくると思ってるんでその占い師新決め打ちの進行でグレーズめをしてもう1人出てきた真の占い師の占い先を狭めるための進行を取って次の日六ずり鉄板でいこうと思ってます。 決め打てると思ってるんで、六の偽なんてあのシーン終えないです。むらりがゼロだと思ってますね。一三七に白が出てる。あの対抗の何乗っかる。あの二手目にその理由言えないのであれば、六二世決め手の進行を取ります。七八九五と別にいい意見は出てないと思ってるんで、グレーに色付きはできませんが、六二世決め手でいこうと思ってます。それでいい。そんぐらい言ってほしい。 2番のプレイヤーはは発言してください、はい、ししようありません率直に5番さん色落ちしてないなと思ってて7番さんがそこに突っ込んでその7番さん視点の精査っていうのがしっくりきたしそのオオカミ視点でちょっと5番さんってなんかそういうとこ黒く見ますねって言ったところを殴りに行く姿勢が。 殴りに行くっていうか精査した指定が僕7番沢村なんじゃないかなと思いましたで891に至っては6番殴りしかしてなくてなんか9番に至ってはあの578印象印象いいみたいな感じで言ってたところもあって正直891とかの発言聞いてもなんか白黒はつけれないけどとりあえず7は白いなと思いましたちょっと6番の精査は 他の方に思うところがあるんですけどまあ2周目しっかり話しますはい3番のプレイヤーは発言してください,ださいこれ初週追加ありなんですよね初週追加しようと確かありって言ってたからえっとね俺あれでした死体鑑定士でした死体鑑定士 <laughs> ねえ、ね、外れ口引きましたけどなんか人狼とか引きたくねえなって思ってたからまあいいかなって感じかな なんで、俺はね、もう結構、あんま考察する気ないから、直感でね、やっていこうかなと思うけど、8番は結構白いと思ったら、5、7は色地なしで、俺6番さんで、ね、いいと思うよ。なんか作業芸みたいなさ、ゲーム進行飽きたからさ、6番がなんかこう、ちょっと変な感じでやってるわけでしょ。いいじゃん、1周目の1日目ぐらいさ、何したって。 これ2週目でも何の考察もない、うんちゃらみたいなことやってたら、それはうんこだけど、1周目の1日目、1日目の1周目でなんかちょっと変なことしましたとかね、全然いいと思うけどね。ムラスラとかも全然別にいいと思うけど。いやまあ、ログのシーンを切るっていうのは簡単なんだよ、はっきり言って。そういう簡単なことを言う人が結構怪しいと思っちゃうけどね、俺は。 簡単だもん、6の芯を切るっていうのって。それでろう目がないみたいなのって、俺は全然思わないかな。簡単だから。って感じかな。7の印象がいいっていう2番さんの意見はよく分からんかったけどな。8番の触れ方、7の触れ方が一番良かったと思う。そんなんどうでもいいかな、みたいな感じ。うん。8番白いな。8番白いわ。 はい、死体鑑定士からでした。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師をランダム9番しろ、ランダム9番しろ、把握お願いします。うん。対抗6番、今のところ、京都もロートも受けてません。まあ、普通にムラリはない人間っていうのが、うん、全体的な共通意見でしょうけどね。うん で、うん、3番の視点と違って、8番って割と、うん、あの2周目考察落とすんやろうなっていう前の視点へ持った俯瞰視点というふうな見,見え方ができてるから、うん、そこはちょっと2周目きっちり聞かねばならんかなと思ってる。5番に関しても2周目やなんやけども、別段進行論について間違ったことは言うてないと思ってるんやけどね。<laughs> うん で、7番が5番に対して、うん、テンプレイヤーって突っ込んでるけど、じゃあ、あなた視点の、あの、進行論とか、こうしてほしいとか、思考解除はないのかなっていうところ。ただ単純に5番に突っ込みたいだけかなと思ってるから、7番って割と人め目くさいなと思ってる。うん。1番に関して言うたら、まあ、そこに、そこら辺と違って、まあ、ある程度の精査はきっちりしてたかなっていう印象。うん、2番に関しては、<laughs> まあ、これは3番の意見とほぼ同義かな。うん。 っていうところで気になってる位置がちょっと広すぎるんよね。俺からしたら。うん。まあ、8番はまだ A としても、7番、2番、まあ、ここが主だってっていうところかな。うん。色落ちないのが5、8。うん。まあ、あえて印象良かったところが9番、1番がまだ印象良さげっていう感じだけどね。うん。っていうところかな。うん。このまま2周目突入したとき、うん。あの、できれば俺、狩リをと出てほしいかな。 うん、この番面やとちょっと分かりづらすぎるからきっちりした,あたああのグレー視点を、うん、詰めたいと思ってるっていうところですはい人間も考察します以上ですうわー4のシーン決めようと,と思ってたんだけど9一が印象良さげって言ったよな9白だよね4番さんって オーマイガーまあなんか、狂人かもしんないけど、多分言うと思うけど。狂人かどうかの精査って言うと思うけど。まあその安易に 9, 9は含むべきじゃないよな。少なくとも1と同列に考えちゃいけないよな。マジこれ、6シーンなの。まずさ、6の話がさ、こんなに盛り上がってるってこと自体に、もうムラリがないんだよね。6がシーンだったら。こういう議論になっちゃってるのが無ラリないし。 だから、6のシーンはバサッと切って欲しかったけどな、789。なんでそういう話が出なかったんだろうって感じだな。1でようやく出たけど。まあ別に,に、さんまさんの言う通り、1番さんがそれで、あのー、白くなるわけじゃないけど、言わなかったことに対して、789が印象悪くなるっていうのはあると思いますね。かなぁ。 ええー、2番さんは、えっ、ー、と、私に色落ちしてないのに7の指摘は良かったって言ってるのが意味が分かんないですね。7番さんは私のことを結構、黒視する姿勢だったと思うんですけど、そこで7の印象がいいっていうのがよく分かんないですね。まあ、7に関してはじゃあ、何いつも何て、何の進行論言ってるんですか。まあ、試合終わったら教えてください。私にはテンプレしかないっす。 かなあとは、まあ、そうね4番さんは何で91を同列にして印象付けしたのかが気になりますね、まあ、3番さんはね作業芸って言うけど作業芸じゃないからあ、まあ、作業芸だったとしてもさなんかそっからまた頑張っていこうよ6番のプレイヤーは発言してくださいうん5番の3番の触れる意味ってあったかなーえーっとねまあ そうだね。ちょっと今回初めてやったんだけど、137に二、えー、人路仮にいた場合に、狂人がこう出てきてくれてるって目線から出にくくなるかなっていうのと、あといろいろ余計なこと考えてくれるかなと思ってこういう進行を取ったんだけど、ム、ま、ラ、あ、にないって言ったらまあそういう人もいるかなと思ってる。えー、で、まあ4番の出現は5番が気づいた通り、91同列に扱った92ロが出てるねってところと、あと1番って対抗の俺をめっちゃ通用してんだよね。4番目線、 1の印象がいいっていうか、1のバチコリライン切りっていうところも追わなきゃいけないのに、ただただ1と9が印象いいって言ったところは4の出現。えー、あとね、4番の出現として、俺に対してムラリないって言ったんだけど、それって偽占い師の視点で、新占いだったら6番人外の発言でしょって発言が出てこなきゃいけない。うん、ないなムラまなそれて出うのは完全に偽占い。俺が死んだと分かっててムラリないって言ったんでしょ。うん。って感じかな。はい。 えーでね、正直2番の考察がね、狼だったらどうかなと思ってるかな。うん。あと5番なんて色落ちしないのに7番の考察がいいなんてね。そんなことわかんないじゃんって話かな。えー、そうだ、そうだな。まあ1番のね、意見もわかるんで、正直グレー、どこにいる狼がいるかってのはま全然わかりませんって感じ。はい。うーん ただなんか9番の過去いつのもまあ、覆うべきところではあるのかなと思ってるけど、4が91印象いいって言ったところで、多分4番は91本当にいいし心から印象いいと思ってるんだろう。だから、えー、285の中に二人狼あ、二人狼じゃねえや。4が狂人っていうのはね、どうなんだろう。まあ正直わかんねえや。以上。発言聞いて決めます。7番。 のプレイヤーは発言してください,ださい出るか出ないか迷ったんですけど、僕、狩りですっていうところですねうーん。4番さん、6番さんはフラットになったかなって思いますね。4番さんの出現痛かったと思います。なんか6番さん、マットなこと言ってたし。5番さん、気になりますね、グレーだったら。はい。僕、別に5番さんのテンプレ進行論に関してうんぬんなんて言,言ったつもりはなくて、 最初にテンプレって置くのはどうなのっていうふうに言ったんだと思うんですよね。テンプレって置くっていうか、いつも言ってることを言いますみたいな発言が、どうなんだろうあんま良くないんじゃないって言っただけなんですけど、ママさんが一番なんか、歪曲してるっていうか、捏造してる感じがしましたけどね。なんか、初旬捏造してたら、そこ、黒塗りしますみたいなこと言ってましたけど。それと気になった。 えー、16見る。まあ、6番さんが言ってたんですけど、4番さんが16がっつりライン切りしてるんじゃないって見る視点がないのはどうなのって言ってたんですけど、さすがに1番さん、あそこまで言うかなっていうのはあるんですよね。でも、まあ、そこに関しては別に4番さんは別に出現でもなかったかなと、出現というか、その偽予想でもなかったかなとは思ってますね。別に1番さんが、なんかあそこまで 6にプレッシャーをかける意味もないし1六だったとしたらとは思いましたがねうーんここら辺で4九ってことはないと思うんですけど露骨すぎる気がするんでしかも9にあまあ分かんないなそこはうーん6万3だったとしたら6一は 見えなそうな気はしましたけどね。っていうところですね。以上です。8番さんはどう思いますか ?8 番のプレイヤーはー4番の方が偽セ占い師だと思っています、はいえっと。6も指摘してたと思うけど、えっと、4番って、えっと、6がムラリナりない的な発言したけど、まあ、最後になんか客観視みたいなななんていうかな付け加えてたけど、それ俺もめっちゃ偽占い師の視点だなって思ったし、えっと、 自まあ印象いいっていう風に言ってたのも、俺は違和感あった、はい。だから4の方がマイナス要素大きいと思ってて、2世だと思ってる。はい、まあ、どこから釣ってもいいかなっていう風に思ってる。まあ、えっと、1の動き的に、まあ、この後相方が出るだろうから、その相方をなんていうか、新名上げるようにする、まあ、発言っていう風にもまあ取れるし、えっと、5がなんか2に殴って、 出る要素がなんか気持ち悪かった、えっと、2は別になんか7の発言に共感したから、えっと、7をちょっと村っぽいっていうふうに精査したわけで2は別に5から別に要素を拾えてなかったけど7が拾った要素はまあ共感できたかなっていうふうな精査だったから別に2.5のなんていうか色落ちとかどうでもよくねって思ったからだからまあどこをつってもいいでて2もなんか変えっと2はなんか9が578なんか印象いいって言ってたんだったっけ なんかそれが2は気に食わんかったって言ってたけど、そもそもなんか9って578印象いいって言って OK って思ったし、まあそれで言うんったら直近の1とか5789全員なんか色落ちないっていうふうに言ってたし、なんでピックアップして9だけなんか発言してるのかなっていうふうに思っちゃったから、な,なんか2もよくわかんないなって思ったしまう。まあ41本線狙っていきつってもいいと思いますけど、はい。まあどこでもいいですね、自分は。はい あ2日の発言に来なってるんでえっ、ー、とそれ終わってからでいいと思いますはい以上です9番のプレイヤーは発言してくださいまずねなんで人外さんってさ必ず捏造するんだろうねあの八幡さん言ってくれたけどもう俺2番が回ってもうイラ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 してた俺一言もそんなこと言ってないのに2番は話を作って印象いいみたいなこと言ってたってはっきり言ったからね 言ってないし、そんなこと、知った子供。なんでそこに俺にヘイトを集めるの、2番は。えっと、村ならそういうことする必要ないよね。うん、そこが、うーん、非常に気に食わなかった、俺は。まあいいんだけど、ボロ出てるから。俺2番にしか入れないよ、もう、今日は。えっとね、46については、わからん、正直。 正直分からんが、4番が、そのみんな出現だって言ってるけど、ただ、俺に白が出てるじゃん。でもさ、1と9が印象良かったから印象良かったって言っただけじゃないの俺はそういう風に取ったけど、皆さん、すごい上げ足取りをしてたけど、どうなのかなって。なので僕は別にその、4番が偽とは思わないし、うーん、俺まだに、うん、そうだな、フラットだな。6番。 <laughs> 6番あの、ちゃんと2周目説明してほしかったんだけどな、あの説明じゃちょっと足りないよ、えー、とそれをやって、何のムラリがあったのって、まあ、それについて、何のこともなかったし、そのもし対抗が出てきたときに、あなたはその、えー、と1周目の出方で、芯、えー、を取れると思ったんですかということが聞きたかった。 えもし芯が取れなくてあなたが芯だった場合村負けちゃいますけど大丈夫ですかっていうことがいい、えっと、1週目僕言ったんだけど6番はそれに対しては全く返答なかったんでうーんそうですねまだどっちか分かりませんはい今日は2番に入れます1番のプレイヤーは発言してください,ださいえ四4級じゃないって思ってますなんとなくね4級じゃないって思います9番点6番が あの何の理があったのって言ってないって言ったけど6番視点ってあ理解はできなかったよ別に無駄にないと思ってるけど6番視点の話はしてたよ147の中で役職がどうこう人外がどうこうの時に出づらくなるなりそういう理があるんじゃないかなと思いましたっていう話はしてたでしょ全く聞き入れる姿勢がなくて次の俺っていうのが6番の店をあんだけ一瞬決めたから9番がその発言をすることによって乗っかってくれるんじゃないかなって思った942郎じゃないかなって だから、グレーっつってもオ,オカミ釣れないんだろうなってなんとなく思ってます。94だと思ってるし、9番っていうのが今の8番に乗っかって2番をしてる視点っていうのが、なおさら94じゃないかなって思っちゃいました。4番の1周目の19って上げる視点って、4番視点で6番オ,オカミの時っていうのは、6番の相方がグレーに1匹しかいないわけで、9番の精査っていらないし、6番強人の場合っていうのは、4番の時に578の中に二郎がいるわけでしょ。 その精査をしなきゃいけない場面で、9-1印象がいいっていう話をすることって別に理がないと思ってるし、俺が精査をしたっていうけど、俺1周目延長なしだと思ってたのもあって、6番の偽見めてると思うよ以外の発言ほとんどしてないと思ってて、5789に関して俺ほとんど決めてないと思ってるんだ。正直、なんで6番の偽石見るとって789って思わないんだろう以外思ってなかったから、色付けられないと思ってたからね。 触れてない中で俺の印象が良くなるので道理がわかんないかな。俺別に6番の偽決めるてる以外の発言してないと思っている CM に関しては。うん。出したらあの質問踏まえたら4級かなってなんだなと思ってます。かなうん グレーつっ,っても釣れないと思うけど、九番釣りなんてみんない,いけないだろうから、まあ。グレーは釣りますが、二か八、五に関しては別にマットだと思ったよ。八番に関してって、六番のあれがわからないっていうのは、俺には分かんなかったかな。二番のプレイヤーは発言してください。うんなんとなく一は村なんじゃないかなと思ったけど、四番出現って言ってたけど、四番って九一村志向って言っただけで出現じゃないんじゃない。 そこはなんか捏造してみんな言ってるなって思ったから、うん、グレーだったら589全員怪しいなって見えててじゃあ僕がオオカミだった場合ってあの7番白紙してあの7番白紙して5印象ないって言った視点で上げてましたけど5番の思考はちょっと僕あの色落ちないと思ったけどその5番の,その僕釣り落ちてたから釣り落ちてきたら黒組みますって言ったところに ヘイト向ける行為が7番白いって言っただけで、そこで怪しく見られた、まあ5番と8番と9番、全員怪しいなって見えました。なんだろうな、占い審議はついてないけど、9番が僕行こうって言った視点がやっぱ臭いなと思ってるから、4にせの可能性もあるけど、現状4、6の審議ついてないから、うーん、5、8だったら5番かなと思いました、僕は。 あの、9番に言われましたけど、あの、僕、秒数して、あの、追加していいって、あの、まあ、自分が把握してなかったから、あれなんですけど、まあ、それで8番の891の印象ないって言って、なんで印象ないかって言った理由を、8番、9番ってあげて、1番の要素を上げる前に、時間なくなったから回しただけで、9番ピックアップしてあげたつもりはないんです、自分して。うん。 う狼狙うんだったら5番かなって思いましたまあ9番怪しいなと思うけどこの盤面なんでクロスしたらあの盤面詰まると思うから僕現状1は狼オカ要素拾えてないから5番行きたいですはい3番のプレイヤーは発言してくださいとりあえずさあ俺8は白いと思ってるから8以外でなんか適当に人気投票しようよ8以外で512のランでね もう俺はもうどれにしようかなで決めるよ。俺は。わからんもんだって。わからんからあ。それはどれにしようかなで。どれにしようかな。あーはい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 。はい、この人、はい。はい。今決めました。えー、っとー。えー、っとねー。わからん。わ <laughs> からんなー。なんか。なんかー。 なんか中身のない話が多いかなって思ってんだけど、すげえ高みの見物で申し訳ないんだけど。なんか、は、9番はなんか、捏造されたからうんちゃらだ。捏造うんちゃらの話多いよね。なんか聞き戻してさ、そ,それが怪しいみたいなって結構ナンセンスだと思うんだけどな。 うーん4番さんは明確に出現だったんじゃないの ?2 番さん。9、1は村っぽいみたいな感じで言ってたと思うんだけど。そういう4が死んだったら相当結構村きついな、きつい番目になると思うけどね。まあいないですか。8以外で、8郎だったらこれ俺,俺の責任になるわ。8はもう村はじきした。5、1、2で人気投票。 で、俺ワンチャンね新心境あるんじゃないかなって思ってるけどね例の一角してるから4番強人とかあるんじゃないかなって思ってるけどねまあそんな感じはい512どっか行きましょう4番のプレイヤーは発言してください じゃあ3番さんに言っとくよ。高見の見物でもええけど考察はしっかりしてね。2番にそれを突っ込んであって、4番を失言やと思うんだったら、あの3番視点の陣外地って4、9、2の3点になるからね。うん、っていうところね。9番も2番も4番に関して失言やと思ってないっていう発言を同時にしてて、じゃあここで言うた場合って、4番を強靭で置いたら9、2になるんやけれども。 まずそこをあのしっかりと見た上で発,発言してほしいかな。うん、まあ、あ、俺に、俺の一周目の発言っていうのは単純にね、1、うん、としてはこういう位置ですよ。こういうくわけですよっていうだけの話やったら、うん、5番が色落ちがない、うん。7、8っていうのは、あ まあ、8が俯瞰してん、うん、7番に関して言うたら5に関しての殴りが不当やから人外目線あるのかなっていう位置9、1に関しては単純にあの印象のいい1っていう発言やからね。で、2に関してもあの人外目線のある位置っていう話なんよね。うん。っていうところかな。うん、いや、別段あの俺の発言を把握もれと取ってくれても全然我慢けど。うん。 だとしたらあの、3番目線って限りなく3点セットはさっき上げた3点になるわけやけど、まあ、6がロー,だローか強化っていうのはその1やからまだ分からんっていうのもある。自分の裏で考えたら。うん、ローだった場合ってつながる一今んとこ見つかってはない、うん。6、1のライン切りなんてのはまず安直すぎて見えんと思ってるから。うん、そうなった場合、6、8, 6 8、6、5、うん、ここに関しては分かりません、現状で。うん まあ強人っぽいなと思ってんのはいの今んとこ79うん。今日は水着でええと思ってるやけど。投票を始めてください。ありえんオラじゃないべ。2>, 2番。 のプレイヤーが選ばれました。二番。のプレイヤーは発言してください。えっと、そうですね。まあ、僕つられてしまったんですけど。な,なんて言ったらいいかな。うんー。 まあ46の真偽はついてないですがその6番があの4番が僕釣りをしてる時点で入れてるのはおかしいかなって思いますだから無理やり真偽つけるなら4が真あの四が真なんじゃないかなと思います白しか出なそうだけど2が8ど多分5番狼だと思うけど あと1が8これが強じアピールかどうなんかっていうのはちょっと分かりませんがでも頑張ってあの初日ムラつってるんであのしっかり精査して勝ってくださいお願いします僕は56ローローかなって見てますはい夜が来ました目を閉じてください 14じゃないかな違うかな。 さがきましためっちゃ狂人かな昨夜死んだのは七番なんかどっちにしても人外っぽいな八番のプレイヤーは発言発言してください九9白三番結果お願いしてですか <laughs> えっと、もうあんまりなんか語る必要性ってないと思いますよ。黒見たら46釣り切ったらいいと思ってるし、えっと白だったら46のキムちだし、はい。語るっていうかまあ、伏せる必要性、あ、黒なんだ。黒じゃあ46釣り切りでいいと思います。うす。まず、はい。 いや、もう最近わかんな、ね、い。一応昨日のなんか投票コード説明しておくと、俺は4番が偽物かつ人道だと思ってて、その時って、俺は4の発言から、相方は4と切りたいかなっていうふうに考察してたから、2が4とつないだのを見て、まあ、2の人道はないかなっていうふうに、だから4の相方としては2はふさわしくないかなっていうふうに思って、俺は5に投票した。はい。えっと、1に行かなかった理由は、単純になんていうか1釣れなさそうだったし、 まあ、2か5のどっちかに集まるだろうなっていうふうに思ってて。えっと、まあ、5でいいかなっていう感じだったかな。はい。まあ、えっと、4、6釣り切りでいいと思いますね。で、9、白、1、白。ああ、やっぱ4の占い値が下線。 昨日って、俺は、えっと、9番は、えっと、なんていうか、単純に4人狼だったときって、えっと、9普通にムラつけてるから、えっと、9印象いいっていう風に言っちゃったように見えたから、1が9疑うのって、俺は1はなんか、どっちかっていうと狂人っぽく感じたから、4が1占うのもなんか、ゲセンよな。はい。まあ、えっと、6から1を投票しますか。えっと、4は強く2釣りをしてるし、はい。ああ、まあ、微妙だな。 つか大事だなまあえっと聞いてから考えます以上ねえオオカミさんって必ず誰かにまあ俺グレーだったからね2番の発言の時は黒く押し付けるでしょ自分釣られたくないからやるんですよそれだから2番さんは次から気をつけた方がいいよえっとそうだねまあ46釣り切りでいいんじゃない はいもうそれ以上言うことがないかな。もう46の中にいるかもういなかった場合どうしよっかねこれ。うーん今可能性があるのって1番さんと5番さんと、えー、8番さんかな。うんまあ1番さんは俺がオオカミだって言ってたから。 うんちょっと無理だよね、それは。うん、昨日の時点で俺にオカミをなすりつけるのって無理だから、うんちょっと一番さんはないんじゃないかなっていうまあ考察。それはちょっとオカミの立場ではやりにくいんじゃないかなって、本当に間違ってる村人なんじゃないかなって思います。なんで、もしいなかった場合、46<や>にいなかった場合、1は5番さんか8番さんかなって今のとこ思ってますね。 えっと、両占い師の発言聞いて、えっと、決めますまだ僕も分かりません昨日と言った通りどっちが不審かっていうのは以上1番のプレイヤーは発言して,発言してくださいこれで本当に3番が語ってたら俺ってめっちゃ黒くなるんだろうけど2番黒で霊能お入らないんだっていう疑問詞はずっと思ってるけど8九番さんって思わなかったのかなって。2番黒だったら ワンちゃんにかけけてでも3噛みたいと思うけどねまして46に狼がいて4262の場合って絶対2番噛みか、ね、番噛みたいと思うから3番かみたいと思うから3番が身が入らなかったことに疑問詞を僕はずっと思えてますよただまあ46は釣り切ります46釣り切りますが疑問詞はずっと思ってますしあの僕が4番さんの位置にいた時にね9番さんが昨日のお話をしてましたが6番は死んで僕が 狼で占いを語ろうと思って4番の位置にいた時って、6番の偽決め打ってもらえると思ってるだろうから、グレーズリン時に万が一にも相方が釣られないために絶対に自分の相方を囲いたいんで、僕が4番の位置で狼だったら間違いなく相方を囲うんで、昨日は4級だと思ってましたが、9番さん、隠しろしかも2番さん、黒ということで、大変申し訳ありませんでした。昨日、なんで8番に入れたかって、2派どっちかに入れようと思ってる段階で、4番の口から、 4、2、9のペアセットにならないっていう発言があるときに、4、2ってちょっと考えづらいなって思ったのに、2、8で迷って8番3に入れさせてもらいました。うん、まあ、なんとなくですが、3番が語ってなくて、本当に2番が黒の場合って、4、6つり切っても終わらなくて、5、8で迷わなきゃいけないんだろうなと思ってますが、2号の2号の時に、昨日の2番投票って消けせないし、もし2番3が狼の場合で、4、6が神経の場合っていうのは8番なんだろうなって思ってます。 まあ9番さん、し種ですが思え、疑問に思わない。だって、2番オオカミで46人方い,いたら、3番がってゼガヒでも通したい位置じゃないっていうふうに僕は思いますけどね。ワンチャンにかけて噛まないといけない位置だよねって。だからちょっと疑問者はしてますが、46つで切ります。よいしょ3番のプレイヤーは発言してください。いや、俺からスタートだったら、あのー、白って言おうと思ってたんだけど、 まあ語りじゃないっすね。2番黒だったわ。うーん。で、俺やっぱ46新境でラスールいるんじゃねえかなって思ってくるね。15のどっちかに。8は白っしょ。8は。8のなんかあの、やる気のない感じはあれは白だよ。俺もスムラの時あんな感じ、自分でなんかあんな感じだなって思う。うーんと。 あーどっちか行きますか人気投票っすね。今日も46人気投票。人気投票しましょう。どうだろうな新境な気がするけどな。うん。まあでも、そうだもん、ね。寝越しんつってもヒッピーにならないから、結構まだ時間あるね。繰り返し時間あるね。あー、残念なのは今日でみんなとおさらばしなきゃいけないことか、俺は。まあ、寝るかなもう。 最後まで見ないかな、まあ、46年気投票しましょう15どっちか人類いると思うけどなこれ。46じゃ終わらん気がするよなんかそんな気がするはい4番のプレイヤーは発言してくださいうん高みの見物するのはいんやけど3番さんじゃあ <laughs> 中的なところをきっちり見てほしいな。4番、6番、どっちの方が狂人っぽいのか。そう思うんであればね。うん。あの、そもそもが9番隠しろってなった状態で、俺を真としておいた場合って、あの、5、8の二択になるのよ。うん。その上で、6番を真とおいた場合っていうのだけが、1、5、8全員になるわけよ。うん。 じゃあ、そこの,あの3番目線の考察っていうのをきっちり落とす必要があって、うん、あの1か5に折るっていうんであれば、その視点で、じゃあ4番2セットして決め打つのか、6番を2セットして決め打つのか、うん、っていう、まあ、俺目線を決め打つのから、ね、言うんや次はっていうところをまず提示してほしかったかな、な審議ぐらいは、うん、釣り切るんだとしても、ね。ワンタン残すかもしれないけど。 他俺目線は1番っていうのは、まあ、あの6番がわざわざ言うてきたからそ,ま、ね、ああそこまで16でつなげられたくねえのかなっていう目線もあったからとあの1番占っているわけなんやけれ、うん、58で比べたとき初日の発言において8番っていうのは俯瞰視点っていう見方をしているんやけれども、うん、じゃあそこのところって気にならなかったのかなっていう話なんよな3番目、ねうん。 5に関してそこまで黒要素があったかってたらそうでもねえし、うん、だから65って見方がまずできんと思ってて、ああ、65やねや、うん、あの5番があの人外っていう目線がまずないと思ってて、うん、あーのー、あ26でいっても単純やなと思ってるから、6強8六って言うんだったら普通にあんのかなっていう目線は俺はできてるんやけどね。 発言してくださいうーんやっぱ4番さんが偽かな昨日の発言で、えー、と誰も触れなかったけど自分のは、えー、と3番さんへのツッコミで自分の把握漏れを偽視するんだったらそれでもいいみたいな発言してたんだけど4番さんの初週に指摘,指摘してた、まあ、私が指摘したんだけどその指摘した内容ってが分かってて一を同列で印象付けしたことなんだよねそれって把握漏れでもなんでもなくないところとあと。 ま、いいか、そこと、で、一番さん自身が言ってたけど、三番紙が入らないのは、えっ、ー、と、四六相方だったら不自然って話してたんだけど、それなら一番さんならさ、もっとさ、落とし込めるんじゃない私をさ、黒要素ないって言ってるんでしょ昨日時点で。しかも八人入れてるんでしょあとは二八まで追ってもよかったんじゃないかなって思うんだけどな。そこまで落とし込んでほしかったのと、昨日、えっ、ー、と、 1>, 1番さんが9番を怪しんでる視点が8に乗っかって2ずり押してるのが怪しいって言ってたけど8番さんって2ずり押してなくなかった41本線狙って1でもいいって話してなかったあ2するけど1でもいいって話だったかな,なんか乗っかってる風には見えなかったんだよなあ4強だから今日例のが噛まれてない話と4が偽臭いところから4強陣の1ローなんじゃないかなって思って。 でえっ、ー、とあと1番さんはえっ、ー、と4級のローローで見たんだけど9強人とか4強人の視点もなかったんだよなまあただまあ8番の言う通り1位占いはちょっとゲスないよな1位はまあ昨日占い視点だったら強人っぽく見えるのが普通なんじゃないかなって思うから。 いや4六朗朗まあ1はどっちみちジン六番の気がするなあやっと回ってきたなんかもう消去法って5番が黒くなんだよね8番の白要素って2番が明確に5いくっつっててあんな発言してる2番に票が集まるの分かりきってるのに8がローだったら5に入れてるんだからもうこれって明確になんかもう目立つ行為だよね2八ロー,ローだったら。 ところから8番は白いで、1番がローだった場合って、1がバチコリ折れつる折れつるっつってんのに、1、2、ロー、ローだったら、2が出てこないで、しかも3、4の強靭にかけるって、盤面的にありえないから、1も白いんだよね。はい。ということでね、4方を強靭で見てるんで、5がローになるんですよ、これ。まあ、別に5番さんのく明確な黒要さはないんだけど、1と8が、うん、白いんだよね、やってる行動と、盤面的に。はい。と,いところで、えー、今日は4番さん行ってください。 えー、4番さんがローっていうのは2%ぐらいあると思ってるけどまあ明確に4番さんが2番さん黒いっつっていくっつったからこんだけ集まってたから2度ローっつのはほぼほぼないと思って12で出ないっていうのは確かにな、はい、ええー、そうですね5番さんが黒の可能性は7割ぐらいだと思ってます残り3割はどうかな8番さんがそこまで考えて5番さんに入れてるとは思えないローで、うん、あと1番さんがローだったあのパッションだったら絶対1番さんが狼で出ると思ってます オオカミで、えー、占いに出ると思ってるんで一番さんも、えー、村ですねこれはいなんで、えー、4強5老2老で終わりだと思ってます、えー、4行ってください5占いますはいって感じかな以上です投票を始めてください <laughs> ありえんじゃないで調べて 4番のプレイヤーが選ばれました,たゲーム終了9強か9まあ9もなあ占われに行ってたっていうのはあるからな納得な位置ではあるなあ <laughs> キューってニを殺しに行ったよな <laughs>、ま仕方ないけど <laughs>。素直に終わりましたね。九番さん強人か、四級だと思っちゃった。 上手ですね9番さんいやーこ俺困ってよもう2番絶対オカミだと思ったから俺選挙だと思っちゃった46 <laughs> 僕もそういう動きしてたんですけどねいや9番さん選択肢狭めて申し訳ないいや,いや大丈夫です4番さん悪くないです 6番さん、あの最初の動きって何しようとしたんですかいやなんか面白いかなと思って。<laughs> ごめんね,ねいや。やでも <laughs> め明確に理由があるかって言われたらないんだけど137に、まあ、人害が入ってた時になんかワンチャン強人のあ,あまあまあまあ。 なんか白打ってくれんじゃねえかなって目線を持ってくれて出にくくなるかなってまあ余計なこと考えてくれるかなと思ったんでやりましたもまたもあんまりムラリはないかなと思ってそうわかんない俺目線だけど6番さんオオカミの時にまあしづらい行動だなと思うけど137に芸能が出た時に白かぶせてライン見せづらくするとかいういろんな行動ができちゃうからそうだねそうそうそう5番さんの言う通り 村も余計なこと考えちゃうし信頼も余計なこと考えちゃうから考察しにくいなと思って4番さんの出現なかったら俺多分4のシーン決め打っちゃってたかもしれない、うん、まあねまあそれは確かに結果なんだよないやでもなんか占い師って占ったとこにシェルとかクロードとか出すことしかできないからさうんなんかちょっと面白いムーブかましたいなって常日頃から思ってる。 あのー、だったらまだ結果ごめんなさいだったらまだ結果不正の方がまだまだちょっと理はあったかなとは思うな分かんないけどまあサマーさんと六馬さん言いたいんですけど私もねあのそう思ってたなんかワンパターンでさつまんねえみたいななんか面白い展開やりてえなーみたいなとかさ例の引いたら面白くねって思ってたんですけどずっとね人狼札で始めてなんか そのもともとさ13人村っていうのをやってたからかいろんな展開があって面白かったからやってたんですけど、まあ、でも人狼札の面白さってなんかワンパターンの中で差が出るっていうのが面白いところなんだなって分かり始めてから人狼札が好きになったんですけどワンンパターンの中でで差が出るって面白くないですかだからそういう風に考えてますけどどうですかね そうするとそのワンパターンの中の差として俺は見てほしかったなこういう人もいるよっていうまあいろんな差の付け方があるけど分かんないけどムラさらとかだけは多分しない方がいいなと思うんで気をつけた方がいいかなって思うところで僕は寝るんでおやすみなさい。